はい、皆さんこんにちは、ワナイログジです。今回はハーツオブアイアンフォー現代版とロシア軍編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナと開戦して、これを降伏させて、さらにその後フィンランドとも開戦、これも降伏させることに成功しています。残っているのがですね、そのフィンランドを支援していた日本、ウクライナを支援していたイギリス、ドイツというのが残っています。これらと戦うにあたって、まずは日本に今侵攻している状態です。で、前回はですね、ダメ元で東京に攻撃を仕掛けてみたらですね、これがうまくいったんですが、その後続かなかったので、少し時間を巻き戻して今に至っています。で、今回はですね、東京ではなくて、横浜に攻撃を仕掛けてい、きたいなというふうに思います。横浜はですね、港があるんですけど、東京は一応ね、このハーツオブアイアンフォーのマップ上では港がないので、攻撃がね、続けられないというのが前回あったので、今回はね、思い切って、この横浜に上陸作戦を仕掛けていきたいと思います。早速、強襲上陸の、コマンドから打っていきましょう。で、とはいえですね、一応、東京にもね、強襲上陸をかけていきたいと思いますので、二段構えの作戦ですね。さらにその後はですね、部隊をさらに投入していくっていうね、構えていきましょう。で、投入するのはこちらの欧州方面軍3ですね。これ、欧州方面から引き抜いて、日本本土を蹂躙するための部隊として使っていきます。スペツナズにないような戦車だったり、あるいは、東京を狙う装甲師団、これね、8師団用意してあるんですけども、この装甲車よりさらに強力な、部隊、これをね、日本全土攻略のために準備として用意しています。では時間を進めていきます。はい、スペツナズと後続の軍を合わせて横浜に強襲上陸かけました。ではこの後ですね、部隊は日本海側を突っ切ろうと思います。日本海側を突っ切って東北地方で敵部隊を壊滅させて、一気にね、日本全土を蹂躙する、この作戦を行っていきたいと思います。スペツナズは引き上げようかなとも思ったんですけども、これ後期なので一気に大阪まで進軍しちゃいましょう。東北地方に部隊結集していたでしょうね。蓋開けてみるとですね、この東京あるいは横浜への強襲上陸は、ある意味難なくというか、想定していた以上に簡単にね、上陸はできてしまいましたね。陥落間近というところまで来てます。スペツナズが早い。スペツナズの一番の強みはやっぱこの速さと、補給がなくても戦える、その継戦能力ですよね、やっぱりね。このままいけば日本が降伏するのは、時間の問題ですね。もう横浜にはウラジオストクの艦隊が、係留されるぐらい完全に制圧圏内に入れましたね、日本はね。大阪も陥落して残っているのは北九州、ここが今拠点になっているようなので、今北九州に向けて部隊が進軍中です。日本まだ降伏してきますよね。広島まで迫っています。このまま行けば北九州、福岡が陥落するのも、時間の問題ですよね。はい、日本が降伏です。横浜に上陸して
東京陥落、日本海へ抜けた後は、東北に集結していた日本軍の主力を叩いて、全土をね、ご覧のように蹂躙したという形になります。残っている部隊、いますけどね、これも排除しておきましょう。では、この後は、硫黄島とかね、沖縄とか、この辺りを制圧して回りましょう。特に問題はないかなと思います。状況を見ておくと、日本が白旗を上げて降伏というステータスに変わりました。では今回はねちょっと短いですがここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。